か。今回は以前から挑戦しておりましたチェルニー先生指定のテンポ以上の速さで40番の1番を弾くというチャレンジですね。こちらの収録が今回ようやく終わりました。初回の動画を2月中旬に上げたと思うんですけれども、そこから、まあ、正直毎日は練習してないんですけれども、思い出した時に、速いテンポで練習しておいてですね、で最近は1ヶ月ぐらいは他の曲と並行で録画に挑戦してたんですけど、なかなかやはり納得いくのができなくて、でその度にですねまた練習を重ねて、今回まあギリギリいいかなというのが取れました。でも本当荒探しをするとキリがなくてですね、まあ、本当はもうちょっといいのが取れるんじゃないかなと思うんですけれども、それをやってるともう永遠に終わらないんじゃないかなと思ってしまいますので、今回この辺りで区切りをつけようかなと思います。まあ、想像以上にしんどかったので、まあ、40番の1番は、勝手ながら卒業させていただこうかなとは思ってるんですけど、ただここまで来てまだ上が目指せるんじゃないかなという気持ちもありますので、今メトロノームを用意してるんですけれども、120に設定されてます。今回これぐらいのスピードで、次のメモリが126、その次が132とあります。132がこれぐらいですね。いきなりやったんで音は所々抜けてるんですけれども、ただまあなんかいけそうな感じはします。そして138、144、144がこれぐらいですね。これはやっぱかなり早いんで最初からミスってしまいますね。このあたりが結構ギリギリなのかなと思ってます。すべての音を鳴らすという点では結構きついかなと思ってるんですけど、もしかしたらこれぐらいの高速チャレンジをしたくなる時が来るかもしれませんので、その時はまたちょっとずつトライしてみようかなと思います。では今回120のテンポでしばらく練習しましたけれども、これが何の役に立つかと言いますと、パッと思いつく曲がありまして、それが、ラフマニノフのピアノコンチェルト2番の3楽章の冒頭ですね。これをやってる時に今弦が切れちゃいました。これは秘宝ですね。ちょっとサプライズですけれども、で今弦が切れてしまったんですけれども、ここの最後の部分に完璧な発見の連続がありますので、まあ、連続の高速音階ですね、こういうのを弾くときに少しだけ役に立ちますね。チェルニーの場合はこのスピードで何往復もするわけですので、まあ、いざ他の曲で出てきたときに、まあ、そう、例えばこのラフマニノフは一瞬ですよね。この一瞬出てくるときがだいぶ楽に感じますね。なので練習曲である程度鍛えておくと、
ック中で役に立つといういい例かなと思います。ただこのチャレンジはもうあくまでも自己満足の世界ですので、まあ、こんなことやってる人がいるんだなっていうぐらいで思っていただければと思います。今後の予定なんですけれども、40番の3番から7番までこちらは必ず上げる予定です。ただ、5番あたりがかなり苦戦しそうな予感がします。なぜかと言いますと他よりもちょっと長かったりして、で左右それぞれ難所があるので、そこで多分一発撮りでしようとするとかなり大変な思いをするんじゃないかなというのがもう目に見えてますね。3番はもうほとんど撮るだけかなというぐらい自分の中でも仕上がった感じがあったんですけれども、今回弦が切れてしまったのでこの弦を調律師さんに貼り直していただいてから撮ってみようかなと思います。このままやるとですね、さすがにこのまま録音するわけにはいかないので早く直していただこうかなと思います。でおそらく5番は先ほども言いましたように苦戦すると思いますので、まあ、そういう時は、練習風景をまたライブ配信で公開してみようかなと思います。先日もちょっと試してみたんですけれども、またあのような感じで皆さんと雑談を交えながら配信できればいいかなと思ってますので、またその際をお知らせしますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。はい、というわけでここからはおまけ動画になりますが、先ほどラフマニノフを弾いた時に弦が切れてしまいました。それがこの音ですね。でちょっとこの辺りなんですけど、映りますか、わかりますか、と下の弦がこのフレームの部分に食い込んでしまって、これですね、これとこの音しますで、上の方がこちらですね。ちょっと映ってれば少し寄せてみます。これですね。でもこれはもうどうしようもないので外しておきます。これは弦が鋼鉄なので気をつけないとこの先で怪我をするかもしれないので、弦を切ってしまった際はお気をつけください。でまあこんな感じで置いておいけば、これだったらまあギリギリ音は鳴らせますね。この戻した時にだとやっぱここは引っこ抜いておいた方が良さそうです。本当は軍手とかした方がいいですので危ないんですよ。で弦が1本切れました。で鳴らしてみますと、まあ、さっきの切れた弦が接触しなくなったので少しマシになったかなと。で調律自体はまあちょうど1.5ヶ月前ぐらいにやったばかりなんですけれども、まあ、この弦が切れてしまうのも本当しょうがないですね。経年劣化というか金属疲労が起きた結果なので、この弦自体は交換した跡がありまして、ここに輪っかちょっとピンに尖ってないかもしれないですけど、平成30年の2月9日に張り替えたようです。ですので、
平成30年って、平成って何年までありましたっけ？ちょっと、もう令和になってしまって怪しいんですけれども、まあ最低でも令和になってますから、3年以上は経ってるかなと思うんですけれども。で、弦を張り替えた直後というのはもう音がすぐ下がってきてしまうので、私はもうマイチューニングハンマーで、調整してますね。で、このあたりのこともですね、実は1ヶ月前のその調律の時に、予定していた動画がありまして、調律ビフォーアフターみたいなのを予定していたんですけれども、それが編集がちょっと億劫になってしまってお蔵入りになりそうだったんですけれども、それもなるべく早めに動画として上げられればいいかなと思ってます。こういうのはライブ配信とかで直す様子とかももしお見せできれば面白いかなと思います。それではおまけ動画までご覧いただきましてありがとうございました。